身長ビヨン医師医学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを話していきたいと思います。身長の教え方はチャンネル登録よろしくお願いします。今日は一応ですね、取材をですね、受けましたので、その報告をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。ということで、オクターズファイルさんっていうのね、ウェブマガジンというふうにお伝えしていいかどうかわからないですけど、インターネット上でですね、真夜中のお医者さんを専門に取材しているような会社様からですね、依頼を受けて、取材運動をですね、やっていただきました。ありがとうございます。ということで、皆さんですね、いろんなクリニックに多分行かれたことがあると思うんですけど、そこにですね、結構ドクターズファイルっていうですね、そういったタグというか、バナーを見たことがあると思うので、見たことはなんとなくある方がね、すごく多いのではないかと思うんですけども、ドクターズファイルさんですね、取材を受けました。で、内容としては一般的な内容だったりだとか、私のですね、身長はもちろんですけど、もう一つのね、膝の方もね、お話をさせていただきました。ここはもちろんね、身長のチャンネルなので、身長の取材を受けた内容に書いてあることについてですね、こちらの動画で補足です、ね、説明させていただいて、皆さんにとってですね、何かちょっと理解を深める場合になればいいと思い、動画を撮影しております。概要欄の方にもちろんリンクを貼っておきますので、そちらの内容と照らし合わせながらですね、ぜひこの、ね、内容をご覧ください。さて、最初の題名ね、平均より背が低いと思ったらいつから始める低身長治療ということで、題名としてはですね、低身長治療、身長治療をいつから始めるのが適切かっていうのを内容でですね、スタートしております。でちょっと内容をね、どんどん読んでいきましょう。まずね、ちょっと関係ないけどですね、この顔、この俺のこの顔ね、ほんとこれ一応そういう風な取材ってことで、髪の毛はね、ジェルで固めたんだけど、なんかちょっと僕的にはいつものこういう普通の、ね、ラフな髪型の方が良かったかなので、反省もしたりもしてるんですけど、ちょっと気合が入ってるんだけどね、そういったような感じになってます。ごめんなさい。じゃあ本題戻ります。じゃあ内容に一緒に見ていきましょう。男女ともに身長が低いと悩んでいる中国生、高校生多いだろう。そもそも低身長とは、同性同年齢の子供と標準の身長統計と比較して定義されるものだ。この成長ホルモン分泌不全症や多難症候群などの病気が原因とされるのは低身長児全体でも少なく、その他多くは体質的なものと考えられ、父親か母親が低身長といった家族性低身長や原因がよくわからない特発性低身長が含まれる。こうした病気とは言えない低身長の悩みを含めた相談に答えるのは東京神田整形クリニック田辺雄院長だ。思春期を迎える前、遅くとも中学生の頃には相談をしてほしいと語る田辺院長に、生活指導か生活長ホルモン治療まで行う先生に治療方法や副作用まで幅広く聞いたということで、まずね、いつもお伝えしている通りですけど、身長が、ね、低いっていうこと自体はね、誰かと比較した時に初めて低いっていうようなところがありますよってことが書いてあるんですね。でそのうち、ほとんどの場合はいわゆる特発性低身長って言われる、皆さんのイメージに湧くのは体質性低身長って表現があると思うんですけど、そういった、ね、方がほとんどですよと。その中で私はですね、一生懸命やってるので取材をしていただきました。それでは目次があって、まず最初の、ね、項目は、思春期を迎える前に始めたい低身長へのアプローチ、食事指導や運動指導を併用し行う成長ホルモン補充療法もと。小児の低身長とはどういったものなのですか。いわゆる低身長には特定の原因によって起こるものと病気とは考えにくい体質的なものがあります。成長ホルモン分泌不全症などの原因が考えられるのは低身長全体の 10% 以下とされ、残りは家族性低身長、原因が分からない特発性低身長など体質的なものと考えられています。つまり多くの場合は身長が低いことは病気ではないのです。その一方で身長を伸ばしていくのは限りなく本能に近い人間の欲求なのではないかと思います。というのは現在のお子様とご両親身長から最終身長が何センチぐらいになるのかを予測し、医療的介入どのくらいまで伸びを促していけるかを判断しています。そしてまず最初にいつもね、無料最終身長とかね、YouTube の方もさせていただいてますけど、よりですね、精度の高いものを診察でまずさせていただいて、その身長に対して、ご自身ですね、希望の身長というかですね、そういったのを加味しながらですね、どういったプランを立てていくかというのをまずね、最初でお話しさせていただくような形になります。で、次、受診するタイミングや適した年齢を教えてくださいということですね。男子の場合は5から16歳、女子は4から15歳ぐらいまでが適した年齢ですが、その通りですね。3歳ぐらいから、ね、来ていただいてもいいんですけれども、3歳ぐらいで、そもそも採血ができなかったの、痛くて怖くてとかね、暴れちゃってできないとかね、ってこともあと5歳ぐらいって書いてるんですけど、大体3から5歳ぐらいですね、小さい子ですね。大人になってくると、男の子の場合だと16歳って書いてあるけど、15歳ぐらいまで来てほしいかなという気はします。18歳まで見ますけどね。女の子は15歳ぐらいまで。女の子はやっぱ成長が早いので、男の子にもさらに早い年齢で来ていただいた方が効率がいいかと思います。ということで、続いている文章が、できれば男子は12歳ぐらいまで、女子は11歳ぐらいまで、小学生のうちに受診するのが理想です。
小学生ぐらいになると最終身長予測できますから確認することをお勧めします。そうですね、まずは将来何センチになるかっていうのをもう計算して、まあ、検査しちゃってね、出してしまえばあとはそれに対してどういうプランを立てるかってところなので、大学受験とか高校受験とか中学受験、まあ、受験で例えるといわゆる模擬試験みたいなものですね、まあ、模擬試験しっかりやっていって A 判定なのか B 判定なのか C 判定なのかってね、そこをまあ判定しながら検討していけばいいんじゃないかというふうに考えております。ただし、ね、個人差もあり、お子様自身が悩むのは思春期を迎えてからということが多いので、当院では男女とも18歳までは受け付けております。また、目標対身長、本人の価値観や取り組んでいるスポーツ、身長制限がある、職種につきたいなど、場合によって異なりますので、属された最終身長が目標に対して満足できるか、身長かというのをまず確認していきたいです。まあ、その通りですね。はい。じゃ次ですね、実際の診療流れについて教えてくださいというふうに書いております。まず、X 線撮影で成長の程度を判定する骨年齢を確認し、血液検査で身長を伸ばす働きや、思春期の進み方、栄養状態などを確認します。ご両親の身長もお聞きして、総合的に予想される身長を判定します。その上で必要に応じて、成長ホルモンの授業法や食事、栄養指導、生活指導を併用し、経過を追っていきます。栄養と複合繊維を大切なポイントで、成長ホルモン補充療法の成果にも栄養状態などがかなり関係してくると考えられます。適度な運動は適切な食欲や睡眠につながり、成長ホルモン分泌を促します。睡眠は成長ホルモン分泌を促すとともに、健やかな成長には欠かせない要素。効率よく伸ばすためには、質の高い睡眠は重要です。ここに書いてある通りですね。実際ご覧いただいた場合なんですけど、手のレントゲンを撮影させていただいたりだとか、あとまあ希望者ですけども、血液検査を、ね、させていただいて、まあ、正確にですね、最終身長をまず予測していくことを行います。でその次に実際ですね、身長に対して、まあ、目標とする身長があると思いますので、まあ、それに対して栄養指導を行ったりとか、ね、まあ、していくような形になります。で次のところですね、通院の期間頻度費用について教えてくださいということですけど、成長ホルモン補充療法は、まあ、1から2年間、まあ、続けていくことが必要です。そうですね、まあ、成長ホルモン補充療法に限らずなんですけども、栄養指導に関してもやっぱり1から2年間とかね、まあ、長い期間一緒に見ていかないと効果をね、見ることが難しいですので、まあ、長く一緒にですね、通院していただくというのが大事になってきます。ただしなんですけども、こちらですね、書いてある通りですね、治療が進むと3ヶ月に1回ぐらいの間隔になるというふうに書いてあるんですけど、まあ、大体安定してくると、まあ、栄養指導でも3ヶ月に1回ですし、まあ、そういったような治療というような形も3ヶ月に1回ぐらいですので、こんなにですね、超頻回に通わなくていけないわけではないので、まあ、私の場合ですと全国からですね、まあ、いらっしゃっていただいてますので、遠いから行けないとかね、そんなこと言わずに、ね、ご検討いただければと思います。あとは、オンラインの方ですね、そちらの方も、ね、かなり活用しております。治療を受けている方に関して言うと、LINE とかでですね、まあ、そういったようなコミュニケーションを取って、昨日ね、こんなことがあったんですけど、先生どう思いますかとか、そういった治療を受けている方ですよ、そういう方に関して言うと答えておりますので、そういったオンラインと、まあ、オフラインとね、使い分けながらですね、患者さんのサポートをさせていただいております。費用に関して言うと、栄養指導を行っていく場合ですと、大体3ヶ月に1回ぐらい、まあ、最初だけちょっと2ヶ月に1回とかのペースでやったりすることもあるんですけど、基本的には3ヶ月に1回の採血で1回が1万5000円で、あと診察が、まあ、今のところですけど1000円でやってますので、大体まあ1月あたりで換算すると、まあ、5000円から、まあ、6000円程度でですね、栄養指導を受けられますので、まあ、そういったのを、ね、まずご検討いただくと、皆さんにとって栄養指導は、ね、やって悪いことが絶対なので、もう本当に皆さんにです、ね、やっていただくといいかなと。あとはまあそういうまあスペシャルな治療というような形ですけど、成長ホルモン補充療法というような形になってくると、一月ですね、金額が非常に値段が上がってしまうんですけど、一月ですね、まあ、7万円からという形で、体重に応じてですね、まあ、もっと値段が高くなるケースもしばし見受けられます。体重が重いと、まあ、必然的にですね、かなり高額なんですね、場合も出てきます。まあ、そこはね、もちろん個別にご相談いただければ、ちゃんとお答えしますので、ご連絡のほどお待ちしております。はい、最後ですね、成長ホルモン補充療法に副作用はありますかと。子どもの成長は入院時期と思春期に急激な伸びが見られ、身長を伸ばす上で成長ホルモンが大切な役割を果たしています。成長ホルモン補充療法は基本的に体の中に不足しているホルモンを補うためのものですから、実際はほとんどないと考えています。ただし糖尿病やがんなどですね、あとは他のいろんな病気を持っていらっしゃる方に関しては非常に注意が必要になってきますよという感じになります。あと当然なんですけど、そういった成長ホルモン補充療法も、まあ、いわゆるですね、まあ、過剰投与を勧めたりだとか、まあ、全ての方成長ホルモン補充療法が行うべきだとか、そういう時にはもちろん考えておりません。まあ、必要な方に応じて行うというのは、まずそこが大事になりますので、副作用という言い方をすると、そこまでですね、まあ、気にしなくていいって言うとおかしいんですけども、心配しすぎることはあまりないかもしれません。すごく治療経験がありますので、大丈夫というふうに考えていただいていいんですけど、万人が受けるようなですね、まあ、倫理観も大事になってきますということですね。注意してください。まあ、ここに書いてある18歳以上などの場合など、成長ホルモンを投与しても結果が伴わないと思われる方は、投与すべきでないと考えていますということで、ね、
全員じゃなくて適用があるというのでね、ご注意くださいというような形になります。で最後に私からメッセージがあるんですけど、私は低身長というだけではなく、目標のために身長を伸ばしたいという悩みにも答えていきたいと思います。非常に低身長へのアプローチは、以前の歯科矯正治療、矯正歯科治療に似ていると感じています。最近では健康意識が高まり、歯並びの問題を小さい頃から治療を受ける人が増えまして、同様にいずれ低身長への医療的介入をもっと身近になるのではないかと考えています。病気がなくても本人にとって悩みや将来への支障となっているのであれば、医療的介入は必要だと思います。身長先生として身長についての情報を動画チャンネルで配信し、最終身長も行っていると思います。まさにここに書いてある通りなんですけど、私がですね、圧倒的に鼻先生と違う点に関して言うと、病気だから治療する、病気じゃないから治療しない、どういったような価値というか、お医者さんなので病気の方に対してはちゃんと治療するというのは当然のことなんですけども、どうでない方、病気でない方に関しても何か栄養指導ができないか、生活指導ができないか、そういうのを考えて、その人それぞれの目標、身長というのがありますので、そういったのを達成できるですね、サポートさせていただきたいなというふうに考えています。本当に歯科矯正、歯の矯正のですね、僕の両親世代になってくると、ほとんどの人は多分歯科矯正って知ってなかったと思うんですけど、今はかなり歯科矯正一般的になりつつありますし、セラミック治療なんかも流行ったりもしてますけど、そういったような形で、病気ではないけど、より一層ハッピーな人生を送るという意味で、そういった治療にされる方がいらっしゃるのと同様に、身長治療というのは、身長がかなりですね、人に強いコンプレックスになることがありますので、そういったのを、サポートさせていただければというふうに考えております。はい。ちょっとね、今日ね、長くなっちゃったというか、読み上げた部分も多くてね、つまんない動画だったかもしれないんですけど、参考になればね、幸いです。これからもね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の話し合い方、チャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバイ。